はい、次のタイトルは熱血紅白リオくん外伝リバーシティガールズになりますね。読みもちょっと合ってるかな。こちらのタイトル解説の方の応募が現在ありませんので、大募集となっておりますね。ぜひぜひよろしくお願いいたします。またですね、もちろんチャットでの解説助言などなど、大募集しておりますので、何卒よろしくお願いいたします。また、ね、熱血紅白クリオクリバーシティガールを、まあ、実際にね、遊んだことがある方も、このクリオクンというシリーズを遊んだことがある方も、なんか知ってることありますよというのがあれば、どしどし教えていただければと思います。はい、おはようございます。5時過ぎですね。まあ、ちょっと外も明るくなってきてるかなというところですけれども、もうね、皆さん、まあ、朝早くからありがとうございます。あ、ソーリーなチャットで言える。ありがとうございます。もう、まあ、なんでもね、なんでも情報が欲しいのでよろしくお願いいたします。Alright, so as we get set up for River City Girls, excuse me, let me update you on some of our incentives. We do have 3 bid wars open, all for Pokemon Pearl. You can name the Chimchar, you can name the rival, and you can name the trainer.ありがとうございます。なるほどね。ニオくん、熱血紅白ニオくんというタイトル自体が、海外だとリバーシティだって。で、それの、主人公たちが女の子、ガールズ版だからガールズなんですかね。なるほどね。ありがとうございます。There's also the Whiplash Watch opening cutscene incentive. We need $150 to meet that.こちらのタイトルのマイニンテンドストアの方から概要を読もうかな。邪魔する不良を殴って蹴ってぶっ倒せ。あのファミコンで一世風靡したクニオくんのスピンオフ作品。今度の主人公はミサコと京子。二人のパワフルな女の子だ。なるほどね。新しくなったクニオくん外伝、伝説のファミコンゲーム、クニオくんが生まれ変わった外伝ストーリーとなった。クニオくんのイメージを残しながら、大胆な可愛いアレンジ、そして、アメコミチックに動き回るキャラクターが気持ちいい。ハイクオリティレトログラフィック、綺麗なドット絵のグラフィックと滑らかなアニメーション、シーンを彩るアニメや漫画的カットシーン、冒険の舞台リバーシティ。リバーシティは6つの広大な都市域に分かれる。街にはいろんなショップやサイドクエストがあるぞ。ヒロインをパワーアップ。武器や衣装の装備、アイテム、アビリティを使って、ヒロインを強化しよう。あのゲームから友情出演。クニオくんだけでなく、ダブルドラゴンのあのキャラクターもリスト出演。だそうで、なるほどね、そうなのか。というわけで画面切っておりますので、そろそろ始まりますね。5、4、3、2、1、GO。 ドラッグです。そうですね、こちらのリバーシティガールの開発は、まあ、シャンティの作ったところですね。まあ、シャンティも、まあ、こういう感じの、こう、横スクロール的なやつだったかな。で、そうですね、2も発表されてたかなと思いますので、ああ、結構気になる方もいるかしら。This is a beat 'em up, so there's going to be a lot of there's going to be a lot of punching and kicking and special moves and. はいはい、なるほど。今はストーリー的には補習中、クニオとリキ。今までの月光白衣を送るシリーズで、まあ、主役的なところで出てるキャラクターだったかな。が、車に連れ込まれる写真を受け取った京都と。京子だ。京子と美佐子は、誘拐された2人を助けに行こうということで授業を抜け出します。授業より
大事なものがあるってことなんですね。なるほどね。いや、青春か？青春だと思う、それも。こちらのタイトルのマイニンテンドーストアでのこうタグみたいなやつはアクション、難易度が選べる、戦うたびに強くなる、キャラクターボイス、ドット絵、友達や家族と集まって一台の本体で一緒に遊べるがついていますね。今回はお一人でプレイしていますけどね、プレイ人数1から2ってことで2人で遊ぶ。なので、京子か、もうダメだな。京子と美佐子を、それぞれが使って遊ぶこともできるようになってるみたいですね。Yeah, this room actually has a very long, full-on, video, kind of like, old educational video that plays in the background while you're doing the fighting. But Bahamut got through the room so quickly that we only got to see maybe half of it, so. Yeah, it's very rude. I was trying to punch him and kick me instead. One thing that you get bits and pieces of throughout the run, but it can't be said enough. どうやって2人で遊ぶのか、どうやって2人で遊ぶのかというと、こちらでローカル協力プレイとなっているので、まあ、ローカルにもう1人ね、自分以外の存在を用意していただければ遊べるんじゃないかな、ね、というふうに用意していただいてもいいんじゃない？知らんけどさ。Tongue in cheek, a little bit maybe fourth wall breaking at times. They throw in a lot of cameos. This game takes place in the River City Ransom universe. そうですね。まあ、チャンチの会社ってことで、まあ、海外の会社が制作しているみたいなんですけれども、まあ、熱血紅白ニオフン自体は、日本の学校で。わーって感じのタイトルだったかなと思うので、その流れ自体をまま受け継いでいるかなと思います。あー、いいな、ポンポンの色がド派手だ。If you're watching this and you're really enjoying it, you can definitely pick it up for yourself right now. It's available on PC and PS4. 何をこんなに鮮やかな色で、いやー、使い込んでいないんじゃない？これいつも新しいのにしてるんじゃないかなって。なるほど。ダウンツイキを、まあ、連打してしまうと、そう。アヒルの起き上がりに反撃を食らってしまうので、まあ、そうならないように、相手がピオのように射精をしているんですね。で、ここで、ミサコ VS ミスズ、ボス戦かな。なるほど。バイトとしてここの門番をしているから、まあ、こうして戦うことになっているみたいですね。どうなんでしょう。全体的には、こう、ちゃんとその動きの前後に隙があって、しっかり相手の動きを見て、回避したり、攻撃したりすればいいっていう感じの、めちゃめちゃ泣いてたな。はい、そうなの。色違いザコの下コレクションも集めたいな。これはいいですね。ちゃんとそういう色違いがいっぱい出ることになっても。水気がある感じです。クロスタウンで怪しい男と、その
連れされちゃった2人話してるの見かけましたよっていうふうに、いさこ教えてくれた。そうっす。いやー、ユニバーシティハイスクールはなんだか、ちょっと大変なことになってるな。いやー、何な柱的なものが欠けてると、さすがに見栄えが良くないので、出した方がいいと思うな。あ、なるほど。今年は HP を、一定減らすとパターンが変わるですね。ここも仮に極めていきたいから。ここは、売店のものを買ったり。今、ターボニュースっていうのを買ったの。あの情報が欲しければハンバーガーを買ってきなさい、情報のために交換条件を突きつけられているわけですね。そういうのはちゃんと飲むべきですね。あのともコンビニ解決できるところコンビニ解決した方が製品っすよ。時と場合にもよるでしょうけど。そうですね。バスがあるのか。便利ですね。ファストトラベルみたいな感じかな。で、ハンバーガー渡して、その見返りとして、怪しい男っていうのは、ヤバだなんじゃないっていうふうに。教えてくれて、ショッピングモール今行けるようになったのかな。なるほど、なるほど、ありがとうございます。ショッピングモールに山田がいるのかどうか。山田って本当に愛情とかなのかな。ショッピングモールが開店時間になっても開いてないから寝坊してる警備員から鍵をない。なるほどな。あ、そういうこともあるか。人間だもんね。あ、そうですね。買い物のチュートリアルを兼ねて交換にしてるっていうのは確かにそうか。お、スタート画面に戻ってるな。なんかテクニックなんでしょうね。And you're specifically getting that item to increase your movement speed to help you get through it too. Got through it there, second try. Good job. And then that jump is scary. これが寝てる警備か。I'm so happy. That is the hardest skip in the game. And also, if you had missed the jump, you would have had to go back and do the locker room skip again, right? Yep, exactly. That's why I'm like, you know, if you miss it, if you need to practice that skip, you want to make sure.プールだ。ですね。夏はプールや海に行きたい気がしますね。ターボジュースがあると、秒速度が簡単に上がったりして。非常に RTM 向けなアイテムですね。アイテムで買える中では、それなりに高いのかな。So lots of ways to skip rooms, and sometimes you don't even notice. Like I skipped them right there. One of the easiest ways you can skip is sometimes the room there's like an area, like a hitbox in a way that if you go inside it, you can skip those rooms. That's in the mall. ってこと、いろんなお店がありますね。
怪しい男は山田なんじゃないっていうふうに教えてもらった。山田が好かないなっていうことで、ヒロシって聞いたら、あ、ジゲンマにいるんじゃないっていうふうに教えられたみたいですね。たらい回しにされるのか。鍵を取るところは、さっきのなんかおもちゃが散乱してるみたいになってたんでしょうかね。床を歩いてしまうと落とされちゃうから、棚をジャンプで乗り継いでいくような正規のルートなんだけど、タバ水槽を飲んでいると、まあ、それが必要ない。バーンと飛べばそのままたどり着けちゃう。大胆な仕事があったな。Move these stuff out of the way because it's fun to hit enemies with the with the items, but it kind of get in the way of my speed. 椅子を持ち上げたな。結構ああいう椅子って軽くはないから、いやーやっぱ殴り合いにはパワー必要っすね。This game just has incredible music as well, and if I remember right.I know when you ran this at GDQ, we had the developers on the couch. Human weapon. Wasn't there a boss later that's actually at, you fight them at a concert, and wasn't that related to the musician who did most of the music? I think so. Like, all of the all the music, especially the ones of singing, was done by her. I think it's, her name is Megan McDuffie? That sounds right. Yep. Ladies.Very cool soundtrack. I believe you can find it on Spotify. Yep, Spotify. I think I even be on. 漫画的な演出が入りました。ミサコ VS 山田。山田が相性とかじゃないって言われてた。その山田にも会いましたね。Again, three phases, and if you look at the life bar at the bottom of the screen, you can there's a visual indicator of when you get through the phases, which is. 山田とさっき話したけど、山田はいや。二人とは何年も話してないし、知らないですよっていうふうに言っていますね。サダさんは昔からこんなにこう闇エネルギーみたいなのをまとった方だったんですか？Which can do a lot of damage, especially if you let it run around and then hit. 昔から、あ、超能力者。なるほどね。そういうことか。なるほど。サライキッカーなら、そうですね。ああいう。まあ、色はともかくこういうエフェクトがつく。使いますね。ね、無事。戦って倒すことができましたね。その山田からさらわれちゃった2人がアップタウンというところに放課後いることが多いという話を聞くことができたので、アップタウンに行くんじゃないかな。リバーシティが6つの古代都市地域に分かれてますっていうなんて、ね、まだまだいろんなところに行きます、ね、なるほど。So the first thing we're gonna do here is Bahamut's going into this factory again, kind of moving some of the pieces out of the way. To... なるほど。武器を浮かして相手にぶつけるみたいなことをしてくる方だったみたいですね。今回はもう耳のその木みたいなのを使って直接やってくるようになっています。が、これは警備員だか警察だかを殴っています。
この緑のなんかやつは何？なんかいいのか？そんなものを持っていく。Skipped through my mist right there. I just had to go along the seam of when the colors change. Oh hey, it's you two. Yep. You're uptown, Kana. Gotta run that right away. I missed it. Let's see if I can get here. Oh no. Oh, okay. Oh hey, it's Yoko. Oh, didn't quite get high enough. It's similar as the previous one. Is the place where you skip is right under that that color changes. So.なんだ？なんかやってるな。横にミカシンを見せると、二人を車に入れた人、デザイナーの光のオーダメイトを着せるよというふうに教えてくれました。ということは、光の関係者なんじゃないっていうふうに多分、お二人は考えるのかな。で、向かっていくんじゃない。これは今何をしてたんだろうな。なんかなんだろう。ああ、ありえるんですね。強制戦闘の回避はありえる。何かしらをスキップしようとして、なんか、抜けようとしてるっぽいな。なかなか難しい。そうですね。うまく成功できるんでしょうか。There we go. All right. いけたか？ Thank you. いけたかしら？ User reward number. You've got one, right? 16 bits. Solid gold taste. 多分いけたんじゃないかしら。Come on. Let's find that fashion lady and ask her about the dude in the photo. Masako? Yeah. Deep. Is this the place?Let's find out. We're just skipping all the really funny dialogue too, which that happens in speedruns, but definitely go play this game casually if it looks like it's something you would enjoy. Dork alert. Now, 入ってたりはそのひばりの事務所みたいなところかですね。で、そこ入ってもひばりに会えないので、長谷部とマミっていうお知り合いですね。から、ひばりに会うには純金の捧げ物が必要だったと言われます。なるほどね。でも、じゃあそれは必要、取りに行かないといけないのかな。Now we're going down these levels to get something to give to Havari. So, if I remember right, this is a pretty long stretch of just kind of like fighting in locked rooms and everything. So, probably another good time for donations and announcements.I want to really quick plug our incentives again. You all have shown some love to these Pokemon Pearl naming incentives, which is awesome. We now have, if I can read, we now have Pesto. ちょっとゴミゴミしてる。ちゃんとゴミ捨てる場所もあるんだけど。どうも、はみ出てるんだ。So, you all are definitely getting your donations in toward that. But why not get some more toward these...Whiplash, watch cutscene incentive, and Neopets glitch exhibition incentives. It's really important to donate because very little of the federal money that goes into cancer research is reserved for childhood cancer research specifically. It's actually in the single digits as a percentage. So that means childhood cancer research funding depends on donors like you donating to organizations like Children's Cancer Research Fund. なるほど。雑貨屋に純金の捧げ物になるようなものがあるの？I almost never do it on purpose, so every accidental haymaker I do, I will donate $10. レスラー的な傘が出てきた。傘屋さんにも、ミキシャナクたちに向かって殴って、浮かせてるな。純金、
貨屋、どういう雑貨屋だよって感じがする。あるものはあるのに。Here's the fourth wall. Always punching and kicking each other, like everywhere we go, all day long. I guess so. What's your point? Nothing. It's almost like we're in a video game or something. I know, right? Sometimes I'll, if they jump right when I want to punch, 確かに、なんか、たまに敵玉、画面、ゲーム画面か、押したりしたり、技を覚えましたよみたいな表示が出たりもするし、キャラクターのコンボは、まあ、変わっているかな、最適なコンボは、記録で変わっていくんでしょうかね。I also find it funny that you, I mean, it makes sense, but like you also have to move like the, this game does have one of those systems where you can pick up a weapon and use it, but you just move the weapons out of the way because nothing's going to beat that, that nutcracker. Exactly. And the yo-yo is actually a pretty fun one too. That's number, that's two. Okay. All right, we made it to the pawn shop. Ah, 雑貨屋かな。ですね、敵と倒すと、まあ、レベルが上がっていくので、新しい技を覚えることもあって、なんか、で、純金の招き猫は高かった。まあ、それは、そうやろね。ので、ボロいメッキの招き猫を買った。いいのか？純金の捧げ物ですよって言われてるのに。メッキを捧げ物は捧げ物にならなくないですかね。まあいいか。いいと思ってるならいけるかも。そこはこう巧みな話術かもしれないじゃないですか。純金なんですよって言えば気になるかもしれないですね。そうですよね。そうですよね。で、まさこ、みさこだ。みさこ VS ヒバリですね。もうダメだ。ダメだ。さっきから主役2人の名前を読み間違えたりしてるな。弾幕を飛ばしてくる感じのモンスターのかな。2倍に合うんだけど、両方が特にもらえなかったので、はぁーってなって、打ち止めすことにしたみたい。そんな、そんなことしてダメよ。2倍はただのファッションデザイナー。そのファッションデザイナーが、こんな。こんな力持ってるのか。大変だな、この世界。力なきものは、きっとこれなんだな、きっと。なんか、弾打ってくるのもそうだけど、飛ぶんだ、みたいなところがあるな。飛べないファッションデザイナーは、ファッションデザイナーであらずってことなんですか？There we go. And this is nice. She's on the left side. I can get to her right away. マヌキのファッションデザイナーは宙に浮くビームを打つ武器を手下を召喚する。Oh, you were so close. ああ、まあ、しょうがない。あ、なるほど。分かってきたよ。ようやく。HP はが3分割されてるんですね。それにより削れば、あの武器が変化したり、まあ、優先強化されるという
coming in slowly but surely. まあ、相手の攻撃も食らいに行く方によってはちょっと長時間拘束されてしまう。倒せましたね、よかった。というわけでただのファッションデザイナーだというのにこうお金切れられてボコされちゃった。She needs to cooperate, and also you have to execute pretty much flawlessly to take out an entire phase at once. And you got it on the first phase, so. まあ、二人のこと、国の取引のことは知らないけど、誘拐されたんなら、まあ、ダウンタウンに連れてかれたんじゃないって言われるから、だからダウンタウンへ向かっていった。Same time as that locked room would have been inside her sewing room.Now we gotta go to downtown as soon as I get past these guys. Don't punch that random businessman. What did he do to you? Is my way from going to the subway. He knows what he did. you might notice, by the way, I just noticed one of them for the first time because some of them are kind of hidden. But at that bus stop, there's another one behind the dumpster there. There's little statues. そうね。バラグイヤー前でもちゃんと。お話しすれば全然教えてもらえたと思うんだけど、あ、2人が、京子と美佐子が切れて殴っちゃったから、そんなことになったね。まあ、しょうがないし、そういうことも笑わね。うん。成田から2人のことは知らないんだけど、みんな2人のこと知らないけど、あの地下鉄に大学と言いますよっていうふうに言われたから、地下鉄に向かっているのかな。ゾンビなんているの？この世界じゃゾンビがいるならサイキッカーがいても全然おかしくない。One of those speed juices, which is helpful not just because of the speed, but also because I was going fast enough, I was able to avoid some of those enemies. If I didn't, I would have had to jump over them rather than just run past them. Yeah. どうなんでしょう。わかんないな、そこ。鎖がついたまま覚えてるけど。どうね。私は止めを止めることはできない。私は止めを止めることはできないが、お話は聞いた方がいいよ。地下鉄の入り口がゴミで埋まってる。なぜそんなことになってるんですか？からクレーンを借り落ちするんだけど、鍵をゾンビが発生するゴミ捨て場に落としてしまった。どうしてゾンビが発生してるんだよ。いやー、なぜゴミで埋まってるんだ、そうそう、地下鉄の入り口が。地下鉄、もっと使った方がいい。ちゃんと毎日。I believe if you wait long enough, you do die. どうなっている？どうなっているんだ。地下鉄は放棄された。拾ってきた鍵は、普通物だった。はぁ？クレーンの鍵はポケットから見つかった。ちょっと待ってくれ。よく確認した方がいいんじゃない？美佐子 VS、アモモですね。そう、私はでも熱血紅白医療君のことを あまりじゃないな、とても詳しく知らないので、名前の読みとかね、合ってるか分かんないんですよね。アボボは普段から誘拐しまくってる。そんなことするな、夫たちに叩きのめす。誘拐しまくってるってみんなが知ってるのも面白いよね。なんでそんなことをみんな知ってるわけ。ああ、ダブルドラゴン1面も、あ、そうそう、このね、タイトルは、あのゲーム、ダブルドラゴンのあのキャラクターが優勝出演してますよっていうのも、一つの売りの要素になってるですね。そっか、なるほど。海外で人気キャラ。だから、まあ、今回のこのキャッシュガールズも、
海外が制作を担当してるっていうのもあって、開発担当だなっていうのかな。はい、無事に倒せましたね。I think if you keep going, he's like, my back hurts. Poor guy. まあ、二人のことは知らないんだけど、みんな二人のこと知らないね。男なら今はみんなノイズのコンサートに行ってるんじゃないっていうふうにやる。じゃあ、アモンを行かなくちゃな、いけないな。わかんないけど、誘拐犯としての、プライドがあって言ってないとかなんかまあいいけど。だけどね、あのものコンサートに行きます。で、鎖がついてる間は、画面がそこで固定されてるってこういう感じの演出なのかな。いいですね。やっぱりボスはそれぞれパターンがあったり、大技があったりするので、そこを止められるからいいんだけど、ちっちゃい敵はそんなこと関係なく蹴ったり殴ったりするから、それで、はめられて、大変なことになったりするのかな。そうですね。アボボ自体はまあ、だんだん、EST 見てもらうとわかるけど、だんだん後半になってきてるあたりにしたから、強いんじゃないかな。しかも、勝ったんじゃないかな。Actually, the sound of the Arnold Schwarzenegger, that's Ben and Rudis, one of the directors.Well, he makes a good Arnold Schwarzenegger. He does. And that's three. 結構ダメだった。あ、やっぱりそうですね。鎖が解除されると画面が動く、自由に動けるようになるみたいな。それぞれのお店もね、なんかいちいちこう、いろんな絵があったりして。店員もそれで差分が出てて、いい感じですね。魚市場。コンサート会場に乗り込むけど、チケットがないから追いかける。まあ、そうよね。本日券販売してくださらないんですか？本日券。いやー、当日券販売してても、真面目に買うかな、この二人。道場の店員がダブルドラゴンの主人公。ま、主人公がいるのか。これは、スポッパラじゃないか。なるほど。なるほどね。あのとこ派手でキラキラから水族館で殴り合うのおすすめしないなあ。いやー、ガラスがパチパチに強いんだろうなって思って。あ、強制戦闘が回避された。いいですね。強制戦闘は回避できれば回避したいですよ。それはね、そうそう、人が割れないように。なんかこの水槽、この業界からして、普通に上から水、手突っ込めたりするように、より危ないな。まあ、浮かした相手が坊ちゃんしなくもないと思います。Oh, you need to kill a certain number of enemies. Oh, that's a fourth haymaker. Oh, fourth, yeah. You're keeping yourself honest. You go too fast for me to know what's going on. So, all right. So, what are the three items we're getting? The favorite drink. Also, 熱狂的なファンになら、チケットを譲るということでクイズを出されるが、全然熱狂的でもないし、ファンなのか？ファンじゃないよね。だから当然回答することができない。執事は客以外の顔を全く覚えないから何度でも挑戦することができる。And I couldn't get it again, so wait until that is done. Okay, now we can start. Oh, with the dialogue, yeah. The dialogue, yeah, the dialogue. Yeah, it has to, like, record. 今回はもちろん RTA スピードランだから、
Yeah, that's a tricky one. I know. あのでも調整はできるけどね。まあ一回でいい。So we've got two of the three items or two of the three pieces of information that we need now. 基本的なファンにはチケットを譲っちゃうのもどうかと思う。こう今までちゃんと正規の手段で購入した、こうちゃんとした、ちゃんとした熱心なファンに、ま、悪いですね。街を割ってクイズの回答を探しに、美穂子からノイズのペットのお名前、看板からノイズの好物、香りからノイズの出身地を聞いたり、見たりすることがいい。で、また羊のところに戻る感じですかね。いや、でもなんか羊は客以外の顔を覚えた方がいい。怪しい人間の顔は覚えた方がいいと思う。Total super fans of noise, and we got our VIP tickets, so we are off to the concert.Which, this is the coolest boss fight that I think is in any beat-em-up game. So this will be fun. You'll recognize the gimmick pretty much right away. ウオンチワのすぐ隣にこんな派手派手な感じの空間があったりするのはなんかおもろいんじゃん。なんかおもろいっすわ。Explain how it feels to play it in a second, because it visually it's very obvious what it is, but it plays a little differently than you might think, so...Changing accessories a couple here because it'll be for the spa specifically. We got the frill bar, which is good. Vulnerability time, which is what we're going to do because we're going to try to do damage for each phase while we're being hit. Concerto, hello. But you weren't my best. Concerto, no, Rico, did I? Misako versus Noizu. Yeah, 2人は相変わらず見つかんないんだけど。京子は、あ、といえばノイズ、昔の友人だったじゃんということを思い出して、昔の友人、まあ、昔の友人だもんね。で思い出があったりで、ファンの前で、あ、それはノイズって昔陰キャだったよねっていうことを暴露する。ヒント。そんなこと言うなよ。で、ノイズも京子が大学になっていなくなったわっていうことを、恨んでて、嫌われたので襲いとか。で、音ゲーみたいな。感じでノーツが降ってくるからそれを避ける。ノーツを叩くゲームではない。今日この、退学の理由はバスケットのボールリングを盗んだ。残念です。My favorite part too is there's like the random like fans.いやストーリーを教えていただきありがとうございます。ストーリーを教えていただかないと、どうしてこんな、ね、ファンに見られながら戦う場面だっていうのかと分かんないからね。ありがとうございます。And they can be nasty. They don't do much damage, but if they push you down for a long time, and if you jump into them, you can lose even more time.ねえ、ゴールリングだけ盗んでもダメだと思うんだよね。それだけ盗んでも意味なくない？どうなんでしょう。まあ、その時は欲しかったんだよ。なんか、追っかけみたいな人出てきてるけど、大丈夫？勝手に、こんな場所に出てきちゃダメじゃないの？そうですね、なんか、ボスによって、全然違った攻略法っていうか、求められますし、画面の使い方も全然違って、もう新鮮ですね。最後の弾幕
ック、そのノーツの部分の攻撃はわざと受けてるのかな。あーなるほどね、ギターが大釜みたいな形してるのか。She's gonna fly around. You just kind of have to wait for her to be done. だからああいう風になんか、よくあるこうカバーを回してキュルルルルって攻撃するみたいなモーションが可能となっているんですね。いやーいいギター使ってるじゃん。2人のことはやっぱり知らないけど、この辺で悪事を働く、3話回か2話回かわかんないんだけど、とサムが、まあ、絡んでるんじゃないですかねっていうふうに知らすことができる。Childhood cancer booth here at 2DCon. Beat him and win a hat or lose and donate. I won, but I'm donating anyway to go. で、まあ、会いに行っちゃうぞという感じかな。あ、こんだけ警備員もいるんだけど、だから大変だな、知らんが。ねえ、2人のことは知らないよっていうふうに。今回は知らないよってことでしょ、さすがに。多分。ヤクザの事務所に勝ち込みに行くのか。いやーよくやるわ。あ、ミスる男のためならばって感じですか。いやーバイタリティやね。サブはこのクニオくんシリーズ初代のエシアーケード版のラスボスにあたる存在みたいですね。今回はどうなんでしょう。お、アージノって感じの場所だったのに。いやーヤクザともね、堂々と殴り合う。なんで勝っちゃうんだから、すごいね。ヤクザも頑張って鍛え直すなり、こう、チームワークを強化するなりして、こんな娘一人に負けないように頑張ってくださいね。まあ、全然、小娘なんて言えないほど強いんでしょうけど、リサポンたちは。I mean, these enemies get progressively a lot stronger. And again, because Bahamut's been skipping some of the locked rooms and fighting the enemy that the game's put in his path, he's definitely more underleveled than if you played this game casually and you got to this point, you'd be much higher level. So.Lot less hit points and things of that nature. Exactly. And also, that guy with the hammer, he hits really hard, especially when he starts swinging around. That can get you in trouble. That's just a general rule. If someone's coming at you with a hammer, they're going to deal a lot of damage. So, this is true. では、般若のお面か。そこら辺から、こう。ああ、ね、当たると良くないですよっていう。Sometimes I try to dig ものが出てるね。Sometimes I don't want to be cooperative.Come over here and get your beating enemies. Exactly. Come on. てか、こんなところにもこんな雑魚キャラ出てくるんだみたいな気持ちになる。See, I'm just about leveled, but that's what the lasagna is for, just in case.なんだここ。なんでこんな風にやってるの。普通に通り抜けにくすぎる。
わざとなんだかなとは思うけど。So I think you have to get like explosives and a detonator for this part. ほうほう、この強固な扉、4つの爆弾でもなければ取れないぞっていうふうにわざわざ言ってくれたから、まあ、じゃあ爆弾4つ探しに行ってやりゃいいじゃんっていうふうになったんですね。やるけんよ。それで、ここにもゾンビが出てるな。なんでゾンビなんかいるんだ、このクリオ君の世界。Zombies with a volleyball is very satisfying, I'm sure. Exactly. Oh, missed that one. It was a little bit too early. Whoa! Yeah, there's other guys up there. Yeah. They're coming for you, I guess. All right. There you go.後ろのツタもツタことができる。背景じゃないんだ。なるほど。That definitely don't leave your explosives on top of a giant pile of money. Just a really, really smart. コインランドリーみたいな感じか。ああ、なるほど。そういうことね。いやもう私この時間帯にやるとそういうのがいっぱい流れてきて。みんなが元気だなと思うのに慣れちゃったから気づかなかった。You get more money when you launder it. Gotta comb the desert and launder your money. ああそうですね。ヤクザとなればお金をいい感じですねにするのも大事なんでしょうね。そうね。That's the fourth explosive.いやなんか警官っぽい人がここにいるのはちゃんと取り締まってるからなのかな。だといいんだけど、なんでしょうね。Just fighting our way through this room.汚職警官したいね。そっか。そっか。まあ、そういうもんか。そういうもんっすよね。こんなヤクザの本拠地にわざわざいるようなもん。確かにな。私が人を信じすぎてます。Standing there nonchalantly. Yeah, you think he would? He knew what was coming. You'd think he'd want to move, but. Very smart line. 多分これ無事爆弾が集まったのかな。All right, so this is the. 教えてくれたんだけど、こうなっちゃったね。ミサコはさす。サブコ？いやー、ポットのお持ちでした。But the phases in this one are particularly different. The first one's very straightforward, but then there's waves of light. Oh, やだな。自分は下がって、手下を呼び寄せると。It really changes quite a bit from phase to phase, more so than a lot of the other bosses. サブがいるはずだったんだけど、そこにサブはいなくて。今ここに娘とサム子がいるけど、まあ、別に二人のことは知らないですよっていう、関係ないですよというふうに言ってくる。上手？なんだと？アフロスのサム子さんです。でも知らないんでしょ二人のこと。あれ？二人は一体どうなっているのだ？Oh, very nicely done. She got you when she dropped in, but after that, you really took care of her. なんか妙に減りが早いなと思ったんだよな。
put lasers on the ground, which then makes it pretty much impossible. まだまだ体力ゲージを隠し持ってましたね。I think that's six. I'm just gonna let her go here. We got plenty of safety, Lasagna. We got this. And this is the other one that from stage four, if I'm.なんか設置型の炎の渦がTime will be at the end of this phase, right? Yep. Okay, so we'll get ready on time here. ああ、確かに家燃えそうだけどね。すっごい火に強い木なんでしょ。壁はまず。壁じゃないか、いいか。全体的に木造だと思うんだけど、パッと見。すっごい火に強いんでしょ。はい、タバソープゴッドゲームです。あ、そうね、爆弾4つに耐えてたわ、そういえば。じゃあ大丈夫大丈夫、全然大丈夫ですわ。さあ、今日琴美沙子は無事クイーンを取り、引きをお会いできるのかしら、どうなのかしら。And we said six was the six was your accidental count. I think so. Okay. I think so. Maybe someone in chat or someone in the room can help confirm that. But I'll say six for now unless someone says differently. So that's I'll donate $60 here. Amazing. So nice little post ending scene if you guys want to watch it. なぜそんなことができちゃうのよ、あなたたちっていう人に対して。愛の力だ。と答えて飛び蹴り。あ、愛の力が強すぎるぜ。愛の力だからこういう風に落ちてもこの程度で済むと。お、二人じゃん。大変だね、二人とも。There's a lot of lore to go over here, but anyway, that is unending. ウィリオ取引は車に乗ってナンパしてただけだった。なるほどね。なるほどね。It really helped me with this run. It's good to have you commentate just like you did AGDQ. Thank you so much to Midwest Speed Fest for letting me speed run this. Well, よかったじゃん。平和に終わって。This was my first marathon. 授業は真面目に受けた方がいいと思うぞ。ということでね、熱血紅白ニョプンガイデンリバーシティガールズでしたね。2を発表されてるんだっけ。だから気になる人は今のうちにこちらもやってみてはいかがでしょうか。というわけで次のタイトルの準備に移ります。一旦失礼いたします。Our next on-site event will take place at VGMCon Oops All Zelda in Minneapolis, Minnesota on April 14th through 16th, 2023. We are excited to be working with VGMCon once again, and we hope you'll join us in April. Visit VGMCon.org to learn more, and keep an eye on our Discord server and Twitter account for more details as the event approaches. In the meantime, keep those donations coming in as we prepare for Paper Mario.